All right, back to where we left off. Let's see. 旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では。Okay, let's see. I'm gonna go see what's over there real quick. Lots of flowers. ご機嫌よろしい。People should probably leave. いい日和です。この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。叔父上が生きておいででよかった。教えを授けてくださった生涯一の恩人、失うわけにはいかん。決して。Let's see, we'll go ahead and do the mission. Let's see if we can finish his story first. Sakai! Tomoe の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。Tomoeの仕業だと。適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。友恵は覚えが早いな。
いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです。己を友へと思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った。巴には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った言われさえも。伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだとな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です。弓を置くことはわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ。武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔なんてない。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。己の出自を疎んじておったということか。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。敵にのみ。
なれど敵を殺さぬ限り戦は終わりません。ご遠慮なくご覧ください。素材が足りないようですね。礼を言う。道中のご無事を。侍が現れたらしいよ。年寄りで弓を持ってたって。そのお方の顔は見えたの？石川先生に似てたって聞いた。弾で亡くなったのかと思ってた。ごめん。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。天下無双の弓ですよ。殺されないよ。どうしてわかる？敵襲！住処もあと一つ。来い。Is there no other way down? Yeah.
酒井様、お助けください。アザモの酒蔵が大変なんです。対馬一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。そちらは酒井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。I'm hitting the same fucking buttons. There you go. I'm hitting X three times.There you go. その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。では、お達者で。 Okay, back to the mission. This is the Legends mode.No. We're going.I see a flower. I'ma go get it. Tomoe はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとは。腕試しと行くぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって。全く度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれ上に三人向かったな。だが矢を外すことをためらう。どうせ何を。テンプの最後。I missed.
I did not tease her. Ishikawa はいるか? Onore, 何をだ? ああ、言づてがある。Mose. Ishikawa, Hiroshi の民は全て命を乞うことになる。長尾浩典に撃たれた者の。黙れ! Whoa.We just popped in right there and then. 長尾浩典、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。Let's see. What's this, like a Mongol camp? Yeah, that's what it looks like.Get fucked, mate. Out of arrows. These guys have no idea what just happened. Osho! Dasha! Dasha! Well, what a leader.
this a cricket? Yeah. Let's go here. Sakai.遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。うん、確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一殺。Oh.手を放って来よったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。Can we go on horseback? こっちだ、ロブ。 It'd be faster.We're here, I guess. Sakai! What's it up? Where are you gonna get your ass over here? Onushira, ここへ! いかがなさいました? Mōko が日吉に向かっておる。みんなを宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで、樽で痛手を与えられるやも。
草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。蜂の巣か。足止めになるな。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぜ。奴らです。よし、わしの弓術をとくと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。Stop shooting them. Tomoe wa doko da? Engun ga? Yatsura o meiku ni otoshite yare. I hate that you run out of arrows so quick. Alright, you wanna burn? Burn. やつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。死としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、
見てみろ。こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。浩徳の罪も償えず、巴の心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。兼田の木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。酒井様、志村様はご健勝で。今は猛虎に捕らわれておいでだ。うん、ご心配なく。辛抱強いお方ですから、戦の技量に優れ、さらに和歌まで。酒井様も和歌を。そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。 This is the way。Much of a poet, so this is gonna be rough. It was just raining a second ago. Serenity.風に揺れたる竹林に、追い伸びたるぞ海外しける。沖縄の申した通り、心が静まり強くなったようだ。また読んでみよう。Ishikawa for now? Oh, these are side missions. Here we go. Okay. All right.I'm just gonna go ahead and do some more side quests. I'm probably just gonna
not record that, and then just move along to the next main mission. After exploring a little bit, this is where we end up at the Golden Temple. I did the Fox Den, the Lighthouse, found another survivor camp, and another Fox Den. And then up here, I found another hot spring. So right now, we're just gonna go to Lady Masako, which is our like next main mission. マサコ殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。マサコ殿、酒井です。 手がかりはない。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡、逃げた者がいたのか追ってみよう。 足跡、追っ手がいたようだ。 兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のムクロ、これは足立家の馬だな。死んで数日。マサコ殿、私です。 お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？ああ、武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。It was the first guy they sent in. さようか。 なぜここへ？ おじ上が囚われの身に。
手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手に駆け負った裏切り、己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助立ちいたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。これから小金寺へ向かう。There it is. Not a cricket. よし。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩義の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。Golden Temple, right? Okay. 酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。
時に僧を探しておってな。僧元という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない、民を頼むぞ。俺たちの命の恩人だ。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か、わかりません。ですがなぜか泣いてました。 Interesting。 後生だ。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿から言づてだ。和田家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。甲冑師を探すか。安全かな。鎧を整えてもよろしいでしょうか。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。何を直しましょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。では。あなた様のお役に立ててよかった。死にかけたものは。酒井様、ご無事で。奴らのことをずっと探してんだが、全く足取りがつかめない。どうしてお前は。Oh, we're... Right. There's no merchant here. No merchant, okay. Moko を殺し回ってる侍がいるらしい。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。もうこの噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、
急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげでスミカに向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。Just popping right here now and then. Why are you running? 誰かいるのか？誰も見られておらんな。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。くれましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。イエスバウ、わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あ、奴らが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。
行くぞ。草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主は？それを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。雅子殿。私は家族を埋めたのだ。一人をな。幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人屋よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか！やめよ！どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。飯が尽きている。長くいたのだな。名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を。しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。People's hope. New ghost weapon, black powder, power bomb, smoke bomb. I think the smoke bomb is very useful. It's for the ghost, for the samurai.
酒井様、ご無事で。ああ、ハツ、飢えて死んじゃないだろうね。誰のことだ？筒の外れにいる女のことです。家族はみんな死んで、食いぶちを得る術がないと聞きました。探してみよう。弟から聞いたけど、酒を飲みすぎて死ん。 Oh damn, she's far。 猛虎兵がいるらしい。信じられないよ。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。Should we upgrade this? Yeah, surely not. より頑丈になりました。また頼むぞ。陰ながら部分を応援して。鎧はお体に合ってます。武具を作らせてるって聞いたぞ。ジン、こっちに来い。マサコ殿、ご家族の仇について何か。形状の中にサダオの名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村尾さんに選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。So we're just gonna trail him.見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。サダオの弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは言えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするんだ。滅相もない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。そこにおる男、荷車。あれが八郎、サダオの弟だ。何も忘れてない。俺はどこだ。あったあった。さてだ。動いた。では後をつけると、近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前は餌が欲しいだろう。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。
先客だ。動くな。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だ。持ってきた。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。ああ、頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。よし、いい子だ。八郎、マヌケな男よ。浦尾さんの弟だぞ。マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾さんに殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。へえ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。二の村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるから。ああ、抗う村人を殺した族は誰に雇われたの。知ってる。サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。お前も喋りすぎると族に襲われるぞ。今、音がしたぞ。調べろ。氷の家、族が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。死ね。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。サダオからの文、八郎が渡したもの。隠れ場は分からぬか。 He now word of my involvement in the Adachi massacre has gotten out. I'm sure it didn't come from you. You know the danger of talking not only for my life, but all yours as well. Remain hidden and silent until I send for you. Trust in my cousin's loyalty to me and skill with the blade. If you meet anyone bearing this mon, take your own life. Damn! つけはせぬ。我が名は坂井。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、
わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。お侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて民が詣でに来る時に鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られる。
ほどの馬はいない。武士の道もこれだけ心地よいものなればよいのだがな。
坂井様。雅子様が菰田の浜の方へ馬でかけていきました。足立殿とご子息が亡くなった地だ。浜には猛虎がはびこっていると聞きます。雅子様の身が心配です。猛虎の身の方が心配だ。だがそうだな、助太刀に参ろう。陣、来たか。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。坂井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならばどこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けると雛に話しました。できぬ約束をしよって。雛の信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき地だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ復讐に囚われた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに、もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒネ、館へ急げ。I'm probably gonna get to her first. ヒ
Oh. Onore. Hina. 視覚を捉えるぞ。急げ。あたりを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分。視覚は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。そちらの精鋭を出せ。助けて。させるものか。これっち何本よ。気が止まらない。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために堅くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて。だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると。何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたヒナを埋めてやる。せめとものなさけだ。後ほど野営で会おうぞ。